来た。おはようございます。今日も暑くてうざいですね、ほんまに。いい天気すぎてめっちゃ暑いわ。はい、今日は今から、北海道のお土産シリーズということで、マルセイバターサンドを食べてみたいと思いますが、なんでこんな意味のわからん開け方をしてあるんでしょうね。豪快に開けたやのね。というわけで、ちょっと、こんな丁寧な状態置いとく必要もないので、ちょっとこれ、もう少しビリって破っちゃいたいと思います。ちまちましてるのが一番嫌いなんですね。うん、好きだね。豪快に、歌ったらいいね。使い道ないねんから。よし、はい、ちょっとうざかったんで破っちゃいました。はい、でちょっとこれ結構何個かもう常に食べてありますが、早速じゃあちょっと中身を確認してみたいと思いますが、よいしょ、はい、では1個だけちょっと出して、よし、それではじゃあ早速食べてみたいと思いますが、まあ北海道の土産といったら定番ですよね。ね、めっちゃ美味しいですもんね。よいしょ、朝ごはんなんかにするのにはぴったりです。よいしょ、あ、美味しそうですね。じゃあちょっとコーヒーを一口、よし、では早速食べてみたいと思います。はい、いただきます。美味しそうですね。あ、匂いはなんかラム酒っぽい香りがなんかして美味しそうです。ではうん、正直このシュート入れた時ってあんま覚えてなかったよ。もうめちゃめちゃ僕ロングシュート決めたと思ったんですよ。で、書いてみたらペナルティーエリアの中だったんで、えらい近いとこやったな。うん、レーズンが甘くてバターがクリーミーな感じでめっちゃ美味しいです。それでは今回はこの辺です。よーなら。 あ、近畿地方暑すぎやっちゅね。